滞納も生産しろよゴミやとか、そういうのも、あの、文章で NG ワードに入れるよ、もう、あの、しつこいんだよ、その、いつまでも、その、くだらないさ、ことをずっと書き続けてるって。今現在それができないわけじゃん。今現在できないわけだからってもう言ってるんだから、それを何度も何度も書いても、はあ、また書いてんのかと思うだけよ。な、わった？それ分かんなかったらもうスルーするよ。ね。うん。粘着されてる。まあ、あれなんだよ。怒らそうと思って必死なんだよ。必死。やることもなくてね。平日の昼間にコメント、な、配信者でもねえのに、平日の昼間からコメント書いて、な、仕事もしないで、な、自分より底辺の俺を見て、ね、馬鹿にして、そんで自分はまだ大丈夫だって満足してるんでしょ？わかるよ。自分の生活に満足はできないから、な、そういう状況でも下の人間見て叩いて、あ、自分はまだ満足だっていう現状を、ね、まだ大丈夫だって満足してるんでしょ？わかる。でも自分の生活は変わらないから。だってそうじゃん。今日平日じゃん。思いっきり。これで夜勤だとか言ったら寝てるよ、大体。まず。うん。で、都合よく休みとかさ、そういうのつけるんでしょ？わかる。俺は無職だし、な、無職だし、ただ配信やってるだけだし、それでお金になるわけでもないし、な、どうしようもない人間だけど、な、俺より下の人間いないけど、だから自分より下の人間見つけて満足してるんでしょ。うん、そうでしょ。だからそのレベルと比べなくちゃ、ね、自分の精神がね、崩壊してしまうんでしょ。わかる。うん。そうやって自分の精神をこの維持してるんだよな、下の人間叩いて。わかります。だからいいよ。ね、病んだりとかしないんだったら、お薬の量増えたりとかしないんだったら、まあ俺を叩けばいいさ。それでね、あなたが少しでもね、幸せになれるのならば。よいしょ。俺は、お前が底辺だ。だから俺は底辺なんだよ。俺が底辺っていう、この一番ね、最下層にいるんだけど、その人間を叩かないと自分を維持できないって言ってんの。俺下の人間いないんだよ。ただ自分も底辺ね、低い位置にいるから、だからそれをね、維持するために、自分の精神を維持するために俺を叩いてるって言ってんの。それで大丈夫だ。俺はまだ大丈夫だ。大丈夫だって言ってるけど、一般から言ったらもっと下なんだって言うの。な。だからそれで精神的に維持できるんだったらいいんじゃないって言ってんの、俺は。忍法？忍法か。いや、でも成長してるんじゃないの、少しずつ。忍法に関しては、少しずつ成長してるんじゃないの？ああいう風な恋愛とか人付き合いをさ、うまくできないから。ね。だから、それで泣いて、こうやって悲しんでっていうのを繰り返して、少しずつ成長してくんじゃない？ああいうのを見てるとか。ただまあ見てないよ俺。忍法、最近。うん。あのね、はっきり言うよ。そのな、似たり寄ったりの人間しか放送なんか来ないんだよ。関わる、ってか人間関係を関わったりとかする人間って、似たり寄ったりの人間しか関わらないんだって。わかる？同じとは言わないけど、な、見える位置にしかいないよ。俺のことをね、見えるような人間ってのはそれぐらいの生活しかしてないし、それぐらいの人生しか歩んでない人間たちなんだって。じゃないと俺みたいな人間見てね、あのね、楽しんでる人間だと俺よりちょっと上ぐらいの生活だったりとか人生歩んでるだけだよ。他の放送もそう。な、他の放送でさ、石川のりゆきの放送だったりとかさ、まあ、その、便所太郎の放送だったりとかさ、TJ の放送ってこのツイキャスいっぱいあるけど、うん。それと一緒よ、一緒。同じような人間たちが集まってんだって。だから価値観だったりとか、そういうものを共有できるんだから、共有できないものに関して見てたって面白くないんだから、叩きもできない。だから便所太郎の放送人が少ないわけじゃん。そうでしょ？もう考え方とかそういうものがね、そういうものだったりとかね、その人生の生き方とかそういうものを共有できないから、叩く価値もないし。うん。本当に。全く違う人生の人間がね、全く違う人生の人間が一緒にね、こうやっていることないから。え？違うよ、落ちてく人間を見ているのが楽しいんだ。だから、あなたの人生が満足できないからなんだって。
満足してないからのドミネントなんとさん、あなたの人生が満足できないから落ちてく人間を見てるのが楽しいんだってな。自分の心とかお金とか生活に余裕がある人って人が落ちてくるのに余裕ね、面白いななんて思わないよ。まず当たり前じゃん。だから俺は寂しい人間だなと思ってる。だから俺も含めてみんな寂しい人間がここに集まってると思ってるから俺は。だからまあ楽しんでいきましょう。レンズいらっしゃい、そう、成功者下見る人間なんかいるわけないじゃん。だって成功者が、成功してる人間とか満足してる人間が、生活とかでね、お金とか全部満足してる人間が、下の人間見て何が楽しいんだよ。逆にな、下の人間を応援してあげるんだよ。そういう人間っていうのは。それを叩いてる人間なんでさ、あんな、ね、同じような人間だっつうの。まあ俺も無職だよ。暇。まあでも無職でもお金があるってことでしょ？例えばね、別に仕事をしてなくちゃってお金が入ってくる人っているわけじゃない。私も暇。平日に配信見て、まあ女性の方はね、またこの専業主婦だったりとかあるからな。カツラいらっしゃい。無職も借金も経験した。あ、関西一応若いのに。体調まだ良くなんない。依存してるだけの暇し。まあ自分のでも現状が分かってるってことは、ね、自分の現状が分かってるってことは、もう、下には行かないからな。そういう人は。下には行かんよ。もう、ね、まあ、その、保つか、その場を保つか、上に上がるしかないんだから。本若いらっしゃい。自分の現状を分かってない人間がやっぱ下に行くんだからさ。ただ俺下に行きようがないじゃん。現状は分かってるけど、ただやりたくないことでやりたいことってあるじゃん。ねえ。私と似てる？あ、そう。関西ちゃんの放送ちょっと今度じっくり聞いてみる。お前なんか見てるの？クズがどう立っていくのかが楽しみなんだ。あ、クズが立ち直るところが楽しいってこと？今回ばかりは厳しいな。今回ばかり、俺今までさ、いろんな逆境あったよ。そのさ、ニコ生時代も別にさ、投げ銭とかがない時代からさ、やってきて、支援者現れて直振りとかさ、ツイキャスももちろん投げ銭規制ずっとかかってるままさ、やってきてさ、ね、直売とかで、あとふわっちでね、金稼いでっていうのあったけど、いろいろ。今回ばかりは厳しいな。じゃあ、マジで。今回ばかりは、これね、大変。本当に厳しい。ああ。その中で仕事もしたくねえさ。いや、ほんと厳しい。だからやりたくないことも絶対あるし、でも配信やりたいじゃん。もうほんと厳しい。崖っぷりだよ。マジで。ただ俺はね、ミスターポジティブだからさ、昔は病んだりとかしてたけど、もうそういうのねえから、ミスターポジティブだから、気持ちだけはポジティブなんだけ。もう別にそこになんか戦略とかがあるわけじゃないんだよ。バカだから俺。そうそう、あのね、物事を悪く考えて、物事を悪く考えているときにね、いい方向には絶対行かないんだって。だったらそのね、バカでも何も戦略がなくてもポジティブに前を向いてた方がね、いいことがあるんだって、マジで、そう、失うもんないからな。歯も毛も家もねえんだから、ないだろう。金もねえ、何もないよ。あるのは前科だけだ、これ。前科と滞納か。前科と滞納だけだよ。女いるだろう。それもね、だからね、その、いろいろあんだよ。いろいろ。リカピーにラジコン、別にラジコンにされてないよ。
だ俺はね、リスナーのラジコンにもならないし、誰のラジコンにもならないよ。飽きていらっしゃい。俺はもう自分の意思で何か物事を判断するから、とりあえず配信が大好き。マジで。配信が大好きなんだけよ。だから配信は大切にしたいなと思うだけよ。私も湯気大好き、ありがとうございます。また放送でやることない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 。もうそういうような出来事が起こったらめんどくさいなと思うから、そうそう、やむこと、配信でもうやむことがない。そこまで別にさ、なんか熱入れなくてもよくね。だってさ、別にさ、そのさ、もう俺も歳だしさ、歳なのもあるけど、あとは、元の自分というかさ、も、その自分自身を持って、この、配信もそうだけど、プライベートのこともそうだけど、元の自分でいることによって、別にその感情のあまりこの強弱がなくなる。うん、あ、よかった。今ちょっとあの、彼女から LINE 来たんだけど、そうそう、彼女から LINE 来たんだけど、まあもう LINE 来たからちょっと話すわ、じゃあ。実はさ、まあちょっと喧嘩しててさ、実はね、あの、俺が今回3日ぐらい、あの、配信も Twitter も更新しなかったのって、まあ喧嘩したのよ。簡単に言うと。で、まあそのね、まあ Twitter に書いたんだけどさ、その、過去にね、過去に俺がさ、もう別れてる時なんだけどさ、ね、別れてて俺が捕まってる時に、その、さっきも話出てたけど、うん、病んでないよ、だから、別に。うん。その時に、インド人の放送で、その、なんか、いろいろなことを言ってたと。ね。いろいろなことを言ってたと。まあ、そのことについてはもう過去のことだから、言ってることに対して別に頭に来たりとかそういうのがあるわけじゃないのよ。ね。そういうことではなく、そういうことではなく、やっぱ傷つくじゃん、それを後から知ったとしても、うん。ね、付き合ってなかったことだとしても、だから、それについて、ただ謝ってくれればよかっただけなんで、ごめんねって。それで終わる話だったんだけど、まあそうではなく、その、俺が日付を間違えたんだよな。去年そういう風に言ってたんだろうって話をしてて、通話で言ってて。で、まあ、今2023年じゃん。今。だから、去年だと2022年の話になっちゃうよ。ね。俺もう2022年の頭でいたから。で、2021年の夏頃にそういうなんかコラボで話してたらしいんだけど、だからそれで、2021年の話じゃん。ね。去年の話じゃないじゃんって、こうやってガーって、LINE でさ、こうやって来て、うん。ね。謝って私疑われたんだから、みたいなことを言われて、まあ、もうめんどくさいから、それで、俺はもういいやって。いいやって。でめんどくさいじゃんって。で、そもそももうそのさ、その討論議論じゃないけど、その話してる内容がその過去に、その暴露じゃないけど、あることをね、いろいろあったことについて、そうやって俺のことを話した、それで俺は傷ついたよって話をしてるだけだから、日付なんかどうでもいいんだよ。うん。だから、そうそう。で、だから、その昨日ぐらいに、日付を間違ったことはね、俺が悪いことだから、日付を間違ったことはごめんねって言った。うん、ただ根本的な問題は解決しないけどね、うん。根本的な問題は、俺がただそのね、過去のことについて、ね、傷ついた。だから過去のことも全部清算してさ、ね、清算っていうかいろいろあったことについて話して、それでもう終わりなんだよ、正直。ちゃんちゃんなんだよ。んで、新たなさ、ね、もこの復縁したんだから、復縁した、ね、第一歩としてこうやってやりたいわけだよ。ね、多分昔付き合った時は俺のことなんか好きじゃなかったんだよ。うん。その、途中から多分好きになったのかもしれないけど、もしかしたらね、ただ、その他に男いたしね、第一号と第二号いたから、俺以外にも。だから俺が一番じゃなかったんだし、まあそういうのも話してくれたわけよ、今回。復縁する前に話してくれたわけだ。その時実はね、あの、本命の彼氏、懲役って言ったけど、それいて、第二号の人もいてっていうのを話してくれたから。だから、もうそういうのもさ、素直にこうやって過去のことも話してくれたわけよ。だから俺今回さ、そういうので付き合えるなと思った。俺は。
俺が分かってたことを前までは突っぱねてたけど、でも、もう、そういうのを素直に話す、過去のことも話してくれるんだって、あ、この人変わったなと思ったんだよね、俺は。うん。ただ今回ね、その過去のことについて、そのまあね、清算じゃないけどさ、すっきりしたかったなと思ったんだ、俺は。うん。まあ、それだけ。だから、うん。だからね、そうそうそう。だから、あれなんだよ。まあ、それだけだよね。別に病んでた、だから病んでたわけでも何でもないんだよ。その今回ね、この3日間ぐらいやんなかったのって。あ、もうめんどくせえなと思ってて、正直。で、まあ、気分がさ、配信やる気分じゃなかったから、前まで、昔だったらこれで配信やってんだよ。そんでさ、こうやって。リカピーとか言ってさ、やんだりとかしてたわけだよ。だからもうそういうのが嫌だから、結局配信でそういうのを出すのが嫌だから、だからまあやらなかった。まあ、まあそういう別に感じじゃないんだけどね。やんでないし、落ち込んでもいないし。あ、ただもう諦めっていうかさ、ああ、またかと思ってさ、うん、そうそう。そんなの、うん。だからまあ、配信もツイッターも更新しなかった。まあ YouTube 見たりとかさ、あとまあ家で洗濯したりとかしてた。うん、どうしてもね、そのね、やっぱね、その短期じゃなくてね、頭に来ちゃうとさ、物事が見えなくなっちゃうんだよ。どうしても。彼女は。頭に来ると、うん、まだ子供だっていうかさ、まあ、そこ直さないとね、多分ね、で、ちゃんと話し合いができないとさ、うん、じゃないと、多分、その、俺だけじゃなくて、他の男の人もうまくいかんぞ、あれば。って思うよ。だから、お互い成長していきたいなとは思うけどね。うん、本当に、うん。捉え方が、まあ、理解の、あ、まあ、でも、それはそうなんだよ。あのね、そうなんだよ。あのね、前に話をしたときに、そうそうそう、集中するんだよ、話を。すげえ大事な話をするときに、その、俺が、その、リカピーとやり直す、復縁するよっていう答えを出したときに、話したんだけど、そしたら、ちょっと待って、私集中するから、って言って、集中して、全集中しないと、その、そうそう、ダメらしくて、通話で全集中してたぐらいだから、多分ね、そのね、理解する能力だったりとか言うのは多分人よりないんだと思う、それは。うん、そういうのが多分苦手なのかな。うんうん、でも、まあそう、俺もさ、やっぱさ、ね、全然いろんなことをね、できないから、まあ、お互いにうまくやれるように、すればいい。ただまあ、俺の中でまだ、わだかまりじゃないけど、その、自分の心の中のさ、その、なんか過去の、その、生産ができてないんだって。何を言ったとか、そういうのどうでもいいんだよ。うん、もう別れた時の話だし、過去の話だ。もうごめんねで終わるんだよ。その時のことって、何を言おうが。過去はだって消えないんだからさ、もう、それを責めたってしょうがないじゃん。じゃなく、そのことについてごめんねで終わるんだ。何を言ったとか何を言わないとか、そんなことを別に話したってしょうがないんだから。ごめんねは済まない。だから俺は済むって言ってんだよ。あなたは済まないと思ってるだけで、ね。そうそう。俺は済むって言ってんだから別にそれでいい。何を。ちょっと地図見て。惚れてるならごめんねも言わせない。あのね、ルーシーの言ってることって綺麗事なんだよ。綺麗事。簡単に言うと。綺麗事なんだよな。そんなのって。そんなの綺麗事じゃ物事進まないんだよ。だから未来に進むために自分の心の政治で言ってきてね、傷ついた部分があるから、だからね、ごめんねで終わるって話をしてるだけだ。これは未来に進むため、だって俺ら復縁してんだから。
な、復縁してていろいろなことがあって俺が病んだりとかもしてきたんだよ。その上でね、俺がいない時に結局、何、暴露配信じゃないけど、ね、あることをバーって言った。ただあることを言ったからって言って、じゃあいいかっていう話ではないじゃん。俺は傷ついたんだから。その、俺の傷ついた気持ちを分かって、相手の気持ちを分かってって上で、分かってくれないとダメでしょ。俺もすごいよ。相手の気持ちを分かって、やっぱり、いろいろ理解したりとか謝ったりとかそういうのしないといけないし、相手ももちろんそうじゃん。それは。気持ちを、相手の気持ちを考えるのは、これね、恋愛関係だけじゃなく、人間関係で当たり前。ちょっと待って、はい、地図見る。だから、ね、ちょっと待ってね、地図見るから。合ってんのかな、これ。方向。これか。お、近づいてるな、でも。どっちだ、こっちか。合ってんな。バッチしてない。すいません。うん。うん、忘れたくても、忘れるとかじゃないんだよね。別にそこまでさ、別に根に持ってるとかではないんだよ。それを後から知って、ね、そのどんなこと言ってたかなんて、こと細かくは知らんよ。別に知るつもりもないし、大体のことをちょっとこうやって知ってればいいだけであって、ああ、そんな、そうだったんだって言って、まあね、今よ、縁戻して、ね、より戻してるから、ね、その2年半ぐらい経ってさ、より戻してるから、だから、あれだよ。まあ、ごめんねで、終わる話なんだけど、そうじゃなかった、まあ、ね、そうじゃなかったっていうだけ。えっていう、もう、だって、その話のある前は、結構すぐ謝ってくれてたんだよ。ごめんねって。なんかすごい、だからすげえ変わったなと思ったんです、中身が。マジで。なんかあると、この、自分が悪いと思ったら謝ってくれたし、なんかそういうところで、あ、すげえ素直になったな、過去のこともいろいろ喋ってくれたりとかもあったんだけど、そのことについてはさ、なんかさ、うん、本当のこと言っただけじゃん、みたいな感じで、いや、ね、で、傷つく傷つかない、それは主観でしょ、みたいな感じになって、で、そういうことじゃないね、捉え方でしょって言われて、だからちょっとそういうのじゃないんだよなと思ってさ、うん、まあそんなもん、こっちだな。まあそんな感じ。まあでも、まあ今ね、まあ僕が俺が謝ったことに関しては、LINE 来たので、まあ少し、まあ一歩進んだ、前進したんじゃないの。まあうまくいきたいよね、うまく。いや、当分会えねえじゃん、当分。当分、会えもしないよ。俺、お金ないし。別にそれがデート代どうこうやくちょ、その余裕がない。余裕なんや。だデートしてたりとかすると、お金出し、ね、出してもらってたんだけど。うん、それもさ、なんか、まあ、別に俺がおごる、おごんないとか割り勘にするしないとかじゃなくてさ、やっぱなんか、余裕がねえからな。そういうのに。だから、正直付き合うのもさ、そのさ、より戻してもいいかなと思った時に、今のタイミングで俺より戻すのって正しいのかなっていうふうに思ったんで、自分のことを何もできてないわけだし。うん。でもまあ思ったよ。だから、俺その保留にしてた、ずっと。まあその時は、保留にしてた理由はそれではないけどね。最初の保留の理由は、まあ、どれぐらい変わったのかなっていうのでさ、ね、2年半離れてたわけだから。だから、その保留にしてたんだけど、ただまあ相手とより戻そうと思った時に、いや、これ戻していいのかなっていう、まあ迷ったよ。っていう感じかな。まあそんな感じ。長すぎる、そうだね。なんだっけ。好きだっていうのを聞いたのはクリスマスの時だから、ちょうど深夜っちょのところのクリスマスの時かな。確か。出生の時じゃないな。確かクリスマスの時だと思ったけど、それから1月の6日まで保留だから。うん。
だからまあ10日ちょっと、もっとか、10日ちょっとだ、ね。